こんにちは、ようこそお越しくださいました。嵐を呼ぶ男でしょうか。いや、もう本当に かかってこい。そうそうそう、ありがとうございます。ようこそお越しいただきました。今回炎が印象的な CM になっていたんですが、撮影の際の印象的なエピソードをちょっと聞かせていただきたいんですが。ちょっと撮影の日と同じぐらい、はい、今日も印象的な日になりそうなんですね。これ、あ、今 見えましたか。はい、皆さんにも見ていただきました。今の炎、あの、まあ、使われているところは一瞬だったんですけど、大体僕の体感6、7秒前にいたんですよ。6、7秒間ずっとこうやって炎の前、巨大な炎の前に、僕数々の、あの、その爆破や、あの、火の前っていうのは、あの、戦隊もので経験させてもらったんですけども、あの、過去一暑かったです。あの、目の水分が飛んだのが分かりました。それぐらい暑くてですね、僕多分なんかこの後からちょっとおかしいなと思ったんですよ、この撮影の後から。なんか香ばしい香りがめっちゃ笑ってくれます。大爆笑をいただいてますけれども、はい、ズバリね、じゃあ今回の新 CM の注目ポイントとなると、注目ポイント、ちょっと炎のところももちろんそうなんですけど、絶対こういう時って、この今の一瞬出た、あの、この後の今飲んだ後の顔ってやっぱ一番重要じゃないですか。はい、重要。その牛の香ばしさとか、なんか美味しさをすごいギュッとこう感じてるみたいな、あの、顔をしたくて、あえてもう本当にもうこの味、あれと、この味だけを感じてるっていう感覚でなんか臨んでましたね。はい、いや本当にその噛み締めるうまさを感じる、なんか大人の男っていう感じがいたしました。そうなんですよね、大人の、もう今年34になるんでね、もうちょっと落ち着いて喋れたら、もうちょっと大人の男に思われるかもしれないんですけど、まあ、あの、こういう一面もあるよと、僕には、はい、大人の色気もあるよと。いいっすか。あー、いい香り。あー、美味しい。こうなんか染みる美味しさですね。なんか秋にぴったりの、なんか家ではーって言いながら飲んでる感じ。いや、もう本当に美味しそうに飲むなと実感いたしました。